資料の盆踊り、資料の盆踊り、資料の盆踊り、現代、オージー・オブ・ザ・デッドは、1965年に公開されたアメリカ映画、オカルトイロチックホラー映画。資料とされる女性が裸踊りをするシーンが、劇中ほとんどを占めている。現代は、死者たちの乱行を意味する。ある夜、売れない、小説家のボブは、恋人のシャーリーと共に、 小説のネタ探しをするために墓場へ向かっていた。途中でシャーリーが引き返すよう強く迫り、ボブは仕方なく U ターンして戻ることにしたが運転を誤り、二人は車ごと転落してしまう。その頃、墓場では夜の帝王と闇の女王が縁を開いており、死霊となった女たちが踊っていた。様子を物陰から見ていたボブとシャーリーは途中で見つかってしまい。 縛りつけられてしばらく踊りを干渉させられる。そして二人は闇の女王に襲われそうになるが、その瞬間に朝日が差し込んで、資料たちは骨になり、二人は救急隊によって救出された。シャーリー役のバリンジャーは黄金女の役も演じており、別のカずラをつけて登場する。このシャーリーは、 脚本のエドウッドが女装した際に名乗っていた名前で、ウッドの作品には事故を投影した存在として、シャーリーと名付けられた人物がよく登場する。この作品を監督した AC スティーブンはブルガリアの出身で、出生時の名はステファン・アポストロフであった。アポストロフは青年期に成立した共産政権下で反政府活動を行った容疑により収容所に、 送られた後、アメリカに移り住んだ。徒米後、アポストロフは映画の仕事を始め、自身の体験に基づく映画、ジャーニーツー・フリーダムの制作に参加したが、その後は仕事に行き詰まり、組んで仕事をする相手を求めていた。この時、ジャーニーツー・フリーダムで撮影監督を務めたウィリアム・シー・トンプソンが、アポストロフに紹介したのが、エド・ウッドであった。ウッドは、 グレンとグレンダ、怪物の花嫁、プランーフロムアウタースペースといった映画を監督として制作したが、いずれも成果はかんばしくなく、生活は困窮していた。二人はレストランで引き合わされ、アポストロフの監督、ウッドの脚本で映画を制作することになった。アポストロフは予算に限りのある中で大映画会社にごして映画を制作するには隙間市場である。 性表現を狙う他はないと判断した。当時アメリカの映画界は性表現規制が厳しく、1950年代には非合法に流通する映画を除けば、単にストリップ賞を記録しただけのバーレスク映画やヌーディストの生活を取材したという名目で裸体を見せる映画がある程度であった。ラスメイヤーが監督した1五十九年の映画、インモラルミスターティーズは流れを変え、 主人公が、周囲の女性を見て抱く妄想、という形ながらも、物語に登場する女性の裸体を作品に取り入れた。以降、同様の手法で裸体を取り入れた作品が何本も、制作されるようになり、ヌーディーキューティーズと呼ばれた。こうした状況の中、ウッドは、ヌーディーグーリーズ、ヌジエグーリーズ、裸の触識たちの意と題する十八ページの脚本を、アポストロフに提示した。 この脚本は物語の説明に20分を費やし42分をかけて10種類の踊りを展開するという内容となっていた。しかしそのままでは場が持たないと考えたアポストロフは踊りの趣向を追加した。たまたま入った店でポリネシア風の紛争の女性を見かけるとハワイアンダンスを追加した。また当時公開された007ゴールドフィンガーで登場する女性が 全身に金粉を塗られる場面が話題になっていたことから同様の場面を盛り込んだ。撮影は1965年9月に始まった。しかし現場に集まった俳優は熟練者とは言えなかった。ボブを演じたウィリアム・ベイツは元 FBI から俳優に転じた人物で実績はなかった。また、シャーリーを演じたパッド・バリンジャーは悲鳴を上げることもできない演技力であったが、これで スターになれると思い込んでおり、自宅で悲鳴の練習をした挙句しゃがれた声で撮影に来たこともあった。夜の帝王を演じたクリズウェルはウッド絡みで参加した人物であったが、全くセリフを覚えてこなかった。責任を感じたウッドはセリフを書いた Q カードを持ってカメラの陰からクリズウェルにセリフを教えるなど場を取り繕うことに終始した。撮影後の段階でも不適話が目立った。 作品冒頭のドライブの場面は、本来日中に撮影した映像を暗く焼き、夜間の場面のように見せる予定であったが、処理の問題により暗く処理された部分と昼間のままの部分が混在する状態で仕上がった。日程の関係からこの問題は解決されずに放置され、そのまま公開されることになった。こうした昼夜の混乱は、ウッドの監督作にも共通して見られた特徴で、後に、 本作もウッドの監督作と誤認されたり、ウッドの監督作ではないもののウッドの風味を備えて、いるなどと評され、一員となった。さまざまな問題はあったものの、映画は、完成に至った。制作中、この映画は、グールズドールズ、食式どもと女たちの代で呼ばれていたが、クリズンエルが、王ー・オブザダムド、呪われし者たちの乱行パーティーの案を出し、アポストロフが手を加えて、 オージー・オブザ・デッド、死者の乱行パーティーの名称で公開され、ウッドは翌年にノベライスを出版し、600ドルを得た。以降、アポストロフは AC スティーブン名義でソフトコア作品を作り続け、一時代を築いた。しかし1972年に公開されたディープスロート起にハードコアが台頭すると、ソフトコア作品は帰り見られることがなくなっていった。 ウッドはこの作品以降もアポストロフと組んで仕事をしたが大きな成果を得ることもなく1978年に押した。スターになれると誤解していたパッド・バリンジャーはこの映画の資料を調査していたウィリアム・ロッツラーに注目されアゴニー・オブ・ラブで主役を務めてセックスプロイージョン界のスターになったものの他の踊り手で実績を残した者はいない。こうして本作は過去の作品となっていった。 日本では1986年に成人映画として公開。放題をつけたのは江戸木潤。配給会社はギャガ。同社が最初に配給した映画で劇場公開時、宣伝スタッフが市場に仮装して本物の盆踊りを催し。1987年の東京国際ファンタスティック映画祭では、 映画祭の正式参加作品でなく、よその会場でのイベント上映作品に。ただし、最低映画予告編大全との同時上映だった。この映画祭では、監督のが来日。監督は、東京国際ファンタスティック映画祭の正式な上映を決定事項だと信じ込んで来日したが、実際は土壇場で不合格になった。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。